音苗子は、夢枕幕による小説、文芸春秋館。平安時代の音苗子安倍の生命の活躍を描いた伝記小説である。生命のパートナーとして、同時代の貴族で学人の源の広政が登場する。書室は、オール読み物1986年9月号に掲載された短編小説、音苗子。単行本は百八十八年に、 第一作、音名詞が刊行されて以降シリーズ作品となっている。1993年に、岡野玲子により、漫画化された。テレビドラマ化や映画化、舞台化も何度かされている。各作品の括弧内は書室系細文、夢枕爆絵、村上豊岡野玲子の作画による、音名詞が、1993年から2005年に、かけて、コミックバーガー。 月刊メロディで連載された。また、2011年からメロディにおいて、続編、音名詩玉手箱が連載されている。上記とは別に、ムツキ、ムンクの作画による、音名詩滝夜社姫が、月刊コミック流で2012年3月から2015年まで連載された。また、伊藤勢の作画による、滝夜社姫音名詩�蔵が2020年4月より、 コミック譜にてウェブ連載を開始している。稲垣五郎の主演で2001年4月から6月にかけて NHK ドラマ D モード枠にて放送された。全10回。市川染五郎の主演で2015年9月13日、テレビ朝日系で放送。全1回。佐々木倉之介の主演で2020年3月29日、テレビ朝日系で放送。全1回。 2001年に本作を原作とした映画、音陽師》、2003年に続編、音陽師2が公開された。滝田洋二郎監督、野村萬斎主演。2021年に本作を原作とした中国映画、音陽師》「とこしえの夢が中国で公開されたが、過去の盗作問題を理由に上映中止となった。日本ではネットフリックスで配信された。 ことだま企画により2000年に、御名詩、2002年に、御名詩ことだまの巻が上演された。児玉忍主演。大阪日本歌劇団により2001年に、闇の気候詩、2003年に、新、闇の気候詩が上演された。2001年は、ようおい、夏希春主演。2003年は、夏希春主演。2013年9月。 歌舞伎座新会場コケラブ武オを9月花形歌舞伎にて、新作歌舞伎、新作音苗詩滝屋社姫が上演された。安倍の生命は七代目、市川染五郎が務めた。第42回、大谷武次郎賞を受賞。2017年7月、朗読劇、音名詩�富士、恋せば変が屋根、PLLC の企画運営により、上演された。影公演、 洋公演という美術セットや照明も音楽も違う2種類の演出でおのおの4組のキャストが出演。生命役は、諏訪部純一、津田健二郎など。2022年2月から3月、三宅健の主演により、新橋演舞場と京都、南座で上演される予定。演出は、鈴木博美。上演台本は、牧野望美。佐々木倉之助主演で、音名詞ドラマ化。 市原隼人が、相棒役、合力色乗り目や竹中直人も出演。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリーミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ3721462020年3月21日閲覧。誤ってもダメ。中国版、恩苗誌、過去のパクリ疑惑で、上映中止に花竜、2021年1月3日、中国版の、 音名詞ネットフリックスで配信、生命や広政が、おろちの悪霊と、死闘繰り広げる映画ナタリー。2021年2月5日、歌舞伎座場海コケ小ブケオチ築月花形歌舞伎、演目と配役。小畜株式会社。2015年6月3日閲覧。音名詞が、大谷武次郎賞受賞。小畜株式会社。2015年6月3日閲覧。 朗読劇、音苗詞公式サイト。2017年8月2日閲覧。AB、三宅県、安倍の生命役で、新橋演舞場、南座八主演、今までにない音苗詞になることを期待。 オラカニュース、https コロンスラッシュ<ホル>スラッシュ www.oricol.co.jp スラッシュニューススラッシュ2196822スラッシュフルスラッシュ2 0 2年六月十六日閲覧。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。音名したキアシャ姫に関するカテゴリー。ありがとうございます。